どうやら今度は熊本3番手を6番武田が切り替えました。まずは原田と追本戦を抑えましたのが橋本と小笠原の東北の2人、そして金型糸は3番手外内側7番、原田健太郎を抑えまして上から叩きます。金型糸と橋本智明、これはやり合った形。原田健太郎一旦は6番手下げまして、まずは熊本が叩きまして6番武田健介はその後ろ、そして4番手ホームから上げました。原田健太郎がホームから1キロスピード、それを合わせる2番松岡が合わせますが、7番原田健太郎外にやや浮いたか、さあ原田健太郎外に浮いた、逃げたのが金型糸、マークを松岡隆した3番手武田健介、もう一度いった7番原田健太郎、1番の次は切り替え4番手牛が3番橋本直定です。原田健太郎外に膨れました。熊本コンビが金型へと先行、いい先行、番手から松岡、3番手から武田健介、横に並んで熊本5番の神奈川が振り。吹沢と埼玉尾崎、3番、5番が4番、島川を抑えにかかりますが、前からペース上げます。さあ島川がこれは抑える3番の福沢を突っ張ります。6番佐藤は再び中段の4番手、もう一度3番の福沢幸太郎がいけるか。さあこれは島川とガチンコバトルとなったか、掛け合いとなりました。福沢幸太郎これは叩けないか、5番尾崎隆はここはアシストをしますが、6番佐藤智也が今度は3番手外に追い上げています。前から突っ張り先行、島川正樹、マークは橋本剛、3番手は山下和樹本戦。さあまくり上げました6番佐藤智也も3番手外に止まりまして、砂川雄太が4番手切り替えで3番福沢幸太郎4番手インコース、ライン3名瀬戸内3名4番手並走直線、突っ張り先行、島川正樹、マークの橋本3番手、山下和樹伸びたか、山下和樹と橋本あたりか。さあ1番松川の方ですが、内側からここは中段へと切り替えます。中段中段へと松川が切り替えます。下げ切った内山が下げての6番手、抑えまた早坂周吾、バンクは濡れています。中段松川隆弘、そして6番手からかましていきました内山正隆、山川正と南関勢がかまします。合わせて早坂周吾、踏み込んで3番の港4枚と、さあ3番の港が合わせますが、いけるかどうか5番の内山ですが、さあ6番早坂周吾、後ろ3番の港誠司が救いまして、2番山川が切り替え、6番でからまくる松川隆弘、柳爪正弘、九州コンビ今週のまくり、バックを通過先行早坂周吾、マークは港誠司、まくる1番の松川止めた、相手3番でから救った2番の山川里、4番移動が切り替え、マーク外は松川隆弘、中尾7番柳爪ですが、山川里、松川隆弘3着接戦です。まずは後方から蛭田宗一郎が中段、青柳幸喜を抑えますが、さあ前から花田もペース上げます。誘導を切りました花田と石毛の千葉の2人、3番手後方の蛭田を牽制します青柳。さあ5番が靴州は今度は地元西九州、3番手切り替えています。3番手青柳、今度は6番手から内側蛭田宗一郎を作っています。さあ蛭田宗一郎内側作っていきますが、ペースは緩んだところをかまします。青柳幸喜、蛭田宗一郎は詰まりまして、ホーム6番手となりました。花田と石毛の芝の2人は最終1コーナー4番手5番手、岡山コンビ蛭田と三宅慎が1センター6番手、逃げたのが青柳幸喜、後ろ4番井出武史、短期5番阿久津州、6番手からまくる蛭田宗一郎、そして4番手から花田正史となりますが、2センター4コーナー先行青柳幸喜、3番手井出も2番手井出もいっぱい、3番手から5番阿久津州、中尾2番の石毛勝之、青柳幸喜と石毛勝之です。まずは小原修介を金ヶ勇気が抑えます。それに三好圭一郎以下、関東勢がさらに上から抑え返します。抑えた金貝は下げ手の4番手、前から下げた小原修介が残り1周半手前6番手、抑えました関東トリオ、三好圭一郎を抑えています。
さあ、バンクは濡れています。まず関東3名を抑えまして、地元金ヶ井が4番手、そして6番手から小原修介が行きます。小原修介上げましたが、前からペース上げた三好圭一郎、小原修介、これはいけないか、4番手に追い上げる形となりました。さあ、4番手5番手が並走、関東3名絶好の流れ、4番手6番金ヶ井がさばいて2コーナーからまくりますか。さあ、車は伸びないか。関東3名先行、三好圭一郎、杉本正隆、内藤貴博、2番、4番、5番、4番手から6番金ヶ井行きますが、3番手アウトいっぱいか。5番の内藤が飛びました。さあ、関東トリオの争い、三好圭一郎乗った4番杉本正隆、そして2着争いです。7番、4番、この2人が3番、古川を抑えます。それに難関勢が乗り換えます。前から古川下げます。古川下げキットの5番手集団は柴田隆二が切り替えています。第4周回も2コーナーから枠を抑えました原田大志を今度は難関勢が叩きます。さあ、復帰戦かけるか。柴田隆二が抑えました。中段は原田が3番手の位置、そして古川高行は5番手から救って、ここは3番手をうまく救いました。救われた原田はホーム6番手下げました。難関の2人が先行を取りました。復帰のシリーズ、静岡柴田隆二の先行、マークは神奈川大西健二、それを3番手2コーナーからまくる。地元坂の古川が3番手からまくって、四国の谷5番山中隆を1番の福島に追って、2番大西も切り替えますが、まくったのが3番古川、4コーナー直線マークの山中、3番手福島、そして中尾4番野木義則に突っ込んでいきますが、5番の山中隆夫が捉えたか、古川か。ここで後方から渡辺一家、小橋中野両、北のラインが西のラインを抑えます。2番住高氏は乗り換えます。さあ、濡れたバンク、まずは4番渡辺隼太を抑えています。マクリ合戦の渡辺隼太が抑えました。大谷が下げての5番手、残り1周半打勝です。さあ、渡辺がこのままかけるか、大谷が叩き返すのか。2センター第4コーナー、2番住高氏は救って番手に切り込んできます。さあ、ここでかましていきました。流していました渡辺隼太をかましていきます。上谷チコシーカー、本戦九州が叩きます。最終1コーナーできりまして、番手は佐々木翔一、3番手は佐々木出来、ライン3名きれいに出ました。4番渡辺隼太切り替えての4番手、3番小橋が再びすくって、4番渡辺にスイッチ、2番の杉戸の並走、5番手が並走、3コーナーから第2センター付近。さあ、4番手渡辺が仕掛けます。逃げたのが上谷千越、番手佐々木翔一、3番手は佐々木秀幸、中尾3番の小橋役取り、地元佐々木翔一、そして上谷が粘った感じ。後方から追いたるき、3番阿部に福岡の独占シード、5番高木の幕、6番天野純平、その上からさらに3番阿部正弘を抑えまして、4番藤原優斗はそのら3番手に切り替えます。地元は下げての4番手5番手、特選同様相沢流下げ切っての6番手、残り1週間打勝です。抑え先行阿部正弘が取っています。中段天野純平4番手、相沢流が2センター6番手。さあ、ペースを次第に上げます。独占同様6番手から相沢流、中段は天野純平、最終1コーナー阿部正弘が抑え先行取っています。4番藤原優斗は3番手付け替えています。天野純平、三木智樹を4番手5番手先まくり、そして2コーナー6番手相沢流。さあ、4番手の天野純平のまくりも届きません。3コーナー手前から仕掛ける相沢流が届くかどうか。さあ、組み直したルーキー阿部正弘、乗った5番高風と今日も6番手から強襲撃、相沢流が伸びていったが、相沢流と5番高木。まずは地元ラインを瀬戸内ラインを抑えます。今度は大分ラインを抑えます。篠田がすんなり下げまして、近野と土井の特選組が抑えまして、地元の2人立部と松尾が乗り換えます。7番立石は地元の後ろ、下げ切った篠田、利根の大分コンビが後ろから。さあ、今度は4番近野を抑える立部風磨が抑えます。
そして6番篠田たつきが3コーナーからかましていきます。篠田と利根組春大分ラインが地元ラインを叩きます。慌てて組み込んだ立ち上車、さあ6番篠田たつきと掛け合いとなりました。7番立石拓也は地元の後ろ、そして5番近藤大輔は1センター4番手、1番土井沙央が5番手、大分ラインは車を下げました。2コーナー枠、さあ突っ張り切りました立ち上車、松尾源太地元両名、7番立石拓也、近野大輔、土井沙央、4番手、5番手、届くかどうか直線。さあ、4番手から近野が仕掛けます。立ち部風磨、松尾源太、4番手から一気に近野大輔、そして中尾ですか。ゴール。さあ、4番、船引きがどうやら追い上げるか。さあ一旦は上昇しかかった4番船引き、誘導は待機、再び下げました4番船引きが4番手です。前から逃げ体勢、尾崎優勢が取ります。本線の関東ラインが逃げていきます。四国のラインは4番手から5番手、3コーナーから第2センター付近、ペースを次第に上げます。尾崎優勢がこのままかけます。佐藤正俊と浅沼清人両も引き連れまして尾崎優勢がかけました。船引き本堂の四国の谷は1センター4番手5番手、江口高生が6番手、2校中枠、西の3名は4番手以降、逃げたのが関東ライン、尾崎優勢が飛ばしています。番手は佐藤正俊、3番手は浅沼清人、4番手から船引き仕掛けますが届きません。さあ尾崎優勢乗りました。3番佐藤正俊、尾崎優勢粘ったのか、並んでいます。静岡北村2番5番、2周目から3周目誘導残っています。3番最作を3番手車間を切っています。さあ誘導との車間を2番伊藤幸人も切っています。第3周回も2コーナーからバック、さあここで上げます。3番最作を合わせるように伊藤幸人が共に上げます。伊藤幸人もかけますが、3番最作を叩きますが、さあ内側から突っ張ります。伊藤幸人が突っ張りまして、3番最速ユーマホーム3番手に収まっています。まずは東の谷が逃げました。伊藤幸人と北村正明、3番手に一旦下げた3番最速ユーマ、4番中井大輔、1番佐々木光三、九州2名は3番最速目標。さあ2コーナーから3番手最速をまくり返しますが伸びないか。さあ3番最速を伸びない、4番中井は切り替えました。先頭伊藤幸人直線です。番手から北村正明の3番手、一気に4番中井大輔、そして北村正明、2番の伊藤か1番佐々木か、3着接戦です。